皆さん、こんにちは。で、今日はですね、文系で弁理士の資格を取るっていう意味ですね。で、何気に弁理士という話になると、理科系かなと思っちゃうんですね。確かに特許ってイメージになりますんで、そうかなっていう感じがするかと思うんですよ。だけど、実際じゃそうかなっていうと、それだけではないんですね。で、私はバリバリの文系でした。で、文系というか、文系なんだよね。で、法律系でありまして、大学院も、法律研究科ってことでありますんで、バリバリ文系なわけです。じゃあ、行って何をやってたのかなって当然ありますよね。特許関係、これはあまりやっていませんでした。やることについては商標関係、いわゆるブランドってことですね。あるいはデザイン、衣装系ですよね。これをやっていました。だったらつまんなくないっていう感じしません？単に会社に入って商標出願し、商標調査をし、あるいは衣装出願しっていうだけだとつまんないっていう感じがしますよね。でもね、これメーカーとサービス業界って多少違うんですね。僕言っていたのはサービス業界でした。で、サービス業界であるならば、自社のブランドって基本的にないんですよ。あっても社標ぐらいしかないんですね。じゃあ、どんな仕事をやっていたんですかというと、一つはブランド開発です。で、あるいはマーケティングに近いことをやっていました。で、そして、物を売るために何をやったらいいかなってことで検討するんですね。一つは名前を変えちゃうってこともあるかもしれません。あるいはデザイン変えちゃうってこともあるかもしれません。あるいはキャラクターを変えちゃうってこともあるかもしれません。すべてやっていたってイメージですね。で、これを来たとして、他の営業の展開をやっていたっていうのが仕事でありました。で、そういう観点では、法務ってわけじゃないけど、当時は知財部と言っていましたからね。で、そこに入って、ぜひね、頑張ることも一つかもしれません。で、こういう仕事って、実は結構あるんですよ。だけど、それ知らないっていうだけでしょ。で、知らないともったいないですよ。ぜひね、こういう資格を取って、考えていくのも一つかもしれません。